滝並広文10月20日台は、日本の政治家、財務官僚、自由民主党所属の参議院議員、元経済産業政務官、福井県出身、大野市立歌唱小学校、大野市立陽明中学校、福井県立大野高等学校、東京大学法学部卒業。1994年、大倉省に入省した。1998年、 アメリカが修国シカゴ大学大学院、公共政策学科を修了し、修士号を取得。帰国後は、法務省刑事局、内閣官房への出向も経て、主刑局主査や人事企画室長、主席監察官、広報室長、気候業務室長等歴任。2005年、米国公認会刑事試験に合格。また2009年から、スタンフォード大学で、 百員研究員を務めた。2012年12月、財務省を退官。2013年の第23回参議院議員、通常選挙に自由民主党公認で、福井県選挙区から出馬し、参議院福井選挙区で過去最高の得票率70.59%にて、初当選した。公認決定において、福井県連は公募制を、初めて採用。 公募に応募した三人から、党員投票により、滝野博文が他候補に大差で選出された。6月22日、麻生副総理副入りの際、候補者選びの党員選挙をやった結果、仲が割れただろう。隠したって、ダメと釘を刺して、聴衆を沸かせ、党総裁選後の党本部は、きっちりまとまった。党結束を呼びかけた。2017年12月に、 自民党福井県連の県連会長人事に異議を申し立てたことから、造反者を公認するわけにはいかないとの理由で、党本部への公認申請の上申が認められなかった。その後、2018年11月の執行部会で、滝野美が謝罪をしたことから、県連会長の山崎正明が公認上申を認め、2019年の第25回参議院、議員通常選挙において、 福井県選挙区の公認を得られることとなった。2018年10月より、第4次安倍改造内閣において、経済産業大臣政務官就任。2021年7月に、スタンフォード大学客員研究員時代から取り組んできた研究の完成により、早稲田大学大学院により博士号を取得。ありがとうございます。